ディクソン・ハビア・アーマチャド・モレノは、ベネズエラ・タジラ州産・クリストバル出身の、プロ野球選手、ウトをミギウチ。クボロッテ・ジャイアンツ所属。愛称は、モーグリ。2008年にデトロイト・タイガースと契約して、プロ入り。2009年に、参加のルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグ・タイガースで、プロデビュー。63試合に出場して打率、205.3本類だ。 26打点、25盗塁の成績を残した。2010年からアメリカ本土へ渡り、この年はルーキー級、ガルフコーストリーグタイガースと a 級コネチカットタイガースでプレー2球団合計で50試合に出場して打率、265.12打点、13盗塁の成績を残した。2011年は A 級、 ウェストミシュガンホワイトキャップスでプレーし、124試合に出場して打率。235.28打点、25盗塁の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2012年は A 級レイクランドフライングタイガースでプレーし、119試合に出場して打率。195.2本塁打。 37打点、23、盗塁の成績を残した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2013年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグタイガースと A 級レイクランドでプレーし、2球団合計で44試合に出場して打率。232.1本塁が、14打点、1盗塁の成績を残した。 オフには2年ぶりにアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。12月4日にディエフェとなり、13日にマイナー契約でトリプル A 級トレド・マット・ヘンズへ配属された。2014年は A 級レイクランドと AA 級エリーシー・ウルブズでプレイし、2球団合計で131試合に出場して打率。286.6本塁が、 40打点、10盗塁の成績を残した。オフの11月20日に再び40人枠入りした。2015年は開幕をトリプル A 級トレードで迎え、5月24日にメジャー初昇格を果たした。翌25日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビューすると、27日のドカードでは、ショーン・デューリトルからメジャー初安打を放った。 この年メジャーでは24試合に出場して打率、235.5打点、1盗塁の成績を残した。2016年も大半をトリプル A 級トレードで過ごし、メジャーでは8試合に出場して打率、100の成績であった。2017年は73試合に出場して打率、259.1本塁が11打点、1盗塁の成績を残した。 2018年7月5日にディフェとなり8日にマイナー契約でトリプル a 級トレードへ配属された2019年11月22日韓国久保リーグのロッテジャイアンツと契約した2020年はロッテでレギュラーシーズン全144試合に出場ショートでの広い守備範囲を評価され2021年もロッテと成績次第で 自動的に一年に延長される契約を結んだ。ありがとうございます。